はい、どうもご視聴ありがとうございます。浜太郎でございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではやっていこうと思います。高杉晋作を連れてのエルドラドと、晋作くんなんですけど、マインスイーパー M 持ってます。貫通タイプです。はい、エルドラドの誘惑としては最高な気がします。ただライバルの月嫁さんはアンチワープを持っているんで、そこに対してね、どう勝っていけるかが勝負の肝でございます。まあね、その S、でも SS ターン短縮で、号令が打てるんで、でも号令どっちがいいんだろうね。確実に雑魚一体処理できるか、確実に処理をするか、みんな吹っ飛ばして、いい感じにね、ダメを稼ぐか。だから対ボスに関して言えば、高杉の方がいいって上なのかな。で、マインスイーパーも、マインスイーパー、通常マインスイーパーとマインスイーパー M なんで、そこに関しても、高杉に軍配が上がるのかな。まあ、やってみよう。とりあえずやってみましょう。でもさっきの見た感じ、お !240万とな、ほう。さっき見た感じ、とりあえず3回触れればプニョはワンパン可能で、で、マインスイーパー M なんで多分、1個取って、どうなんだろうね、1個取って、で、2回踏めばいけるか。このぐらいの火力は出してくれそうですね。よっ。いいんじゃん。ただメリオダスやることがあんまないんで、とりあえずぶっ叩くと。抜けてしまうと。残念。2ターンプニョ。あ、それだ。マジか。ミスったな。どうするか。これもね、つくよみだったらワープ仕方で打てるんですけど、こんな感じかな。もうギリだね。だいぶギリギリを攻めていくことになってしまった。怖い。最近はね、そんなきつくないけど、腐っても超絶エルドラド。あ、ごめんなさい、爆絶エルドラド。油断してると負けますんでご注意ください。っていうか油断しないけど、普通は。ちょっと油断してましたね。はい、とりあえず倒すと。いいね、式部スタートは一番いいよね。で、高杉がもう次、次順で撃てるのかな？あ、いいじゃん。こういう雑魚がいっぱい湧いてる時に試してみましょう。はい、おまけと。高杉ワンパンラインに乗せるには3踏み地雷で。うっそ。ミスってしまったぞ。どうしようかな。まあ、3ターンあるから最悪式部でやってもらおう。最悪式部で、とりあえずここでメリオダスで、この、蜂の女性を倒しておくと。ああ、そうだ、回復しちゃうから。ここは処理しとこう。おい、式部ワープ入ってるぞ。あ、抜けた。よかった。じゃあ、とりあえず号令打ってみようと思います。で、私の高杉は、ラックが39。半端だね。ウィン曲にしてから動画作りたかったんですけど、せっかくエルドラド来たんで。チャンスだと思ってやってみてます。お？え、強ない？強ない？これラック39だよ。マジか、ラック39で十分な効果力出したよ。な、運極になったらどこまで上がるの？信長並み？なことはねえか。まあ、とりあえずやっていきましょう。
とりあえずね、今のところ高評価。はい、ザコ倒して、メリオダスはボスを叩くと。はい、クニョを叩くと。なんだかな。世の中思った通りにいきませんな。はい。ほいと。ほいほいと。いいね、地雷撒いてくれた。さあ、高杉さん、三踏みでいきますよ。三踏みと、地雷。あ、やっぱ200万超えるね。ほんと、ワンパンの火力だけで言えば、つくよみは超えてますね。うん。つくよみは超えてる。やっぱね、アンチワープのあるなしはでかいかもな。いていて。やめてやめて。ほい、加速で殴ると。ほい。ほい。ほいほい。強い。メリオダスはやっぱり強い。反射タイプで最高だと思ってます、ここでは。カーリーもね、悪くないけど、加速持ってるから。ただね、加速枠は一応、私はダムスが好きなんで、ダムスをずっと使ってます。まあ、そんな話はどうでもいいや。とりあえず、ここを抜けましょう。いいね、式部の安定した雑魚処理能力高いね。もう一回、あー残念、なくてもいけるか。ほいほいほいと、いいんじゃないの、今のところそんな悪くないよ。あれ、壊しちゃった。壊しちゃったよと。さあ、そーっとやろう。ソフトにね。怖い怖い。あそこばっかりはね、絶対倒しちゃいけないんで。よいしょ。ピグパーティーは今興味ない。ゲージ外した方がいいか、一応。関係ないか。予告の黄金は全ていただいた。はい、ダムススタートか。ダムススタート悪くないかな。とりあえず、高杉はもう一発は撃てるね、これで。いいじゃん。撃っちゃおう。ただね、あの女性がいると味にキラーされちゃうんで、私はアングルもあれ倒す。倒してねー、倒してねーっていうか、弾壊しちゃうよ。ああ怖い怖い。弾壊したら台無しだからな。ラスゲならともかく。高杉も怖いね。ゲージ外してきます。別にね、 SS ターン短縮する必要もないんで。はいと、はい、こんな感じですね。で、ここでメリオダスで抜けて、メリオダスで抜けて号令スタートでいきますね。メテオか。メテオスタート号令で。はい、オッケー。あぶね。多分今当たってたら壊れてたな。今のところね、悪くない。うん、つくよみと刺して変わら、刺して変わらないって言い方ってなんか、語弊があるけど、つくよみ並みの動きはしてくれてますね。はにゃー、いいはにゃーですね。強い。でまだプニョがいるんで、飛ばすのは、こちら、こちらの貫通2人でダムス&式部でいきましょう。
はい。ほう。ほう。頭壊した。弾壊すのはダメだけど、まあ、火力含めて悪くない感じでしたね。来たとこ死ぬよね。またゲージミスっちゃって。おっと。はい。とりあえず高杉は、使った感じ結構強かったですね。はい、とりあえずなんとかクリアで。危ない危ない。ちょっとミスはありましたけど、そうだね、号令打った時に、エルドラドを持ってる宝物の卵みたいなやつを壊しちゃう可能性があるんで、そこは注意した方がいいですね。そこ以外に関しては使い勝手は悪くなかったです。あとは運極になった時にね、どれだけ倍率が上がるか。だから倍率上がったらもっと壊す確率上がる気がするね。お、エルドラドが、いいね、ラック3も上がったよ。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。高杉は、結論から言うと正直、まあ、つくよみの方が使いやすいかな。なんで、つくよみ、いやーでも同じぐらいかな。マイスゲームだしな。ワープ対応慣れてる人だったら全然高杉ですね。僕は慣れてないし、つくよみの SS で雑魚処理するのも好きなんで、つくよみを使っていくと思います。以上、ハム太郎でした。ご視聴ありがとうございます。どうも。